テルルカ、カドミウム太陽電池パネルからなる太陽電池、アレーテルルカ、カドミウム太陽電池とは、テルルカカドミウムの半導体白膜を光吸収、光電変換層に用いた、白膜太陽電池のことである。数キロワット規模の太陽光発電システムにおいて、白膜系太陽電池の中では唯一、シリコン太陽電池よりも、低コストでの製造が可能とされる。 あらゆる太陽光発電技術について、ライフサイクルに基づいた比較を行った場合、CD と太陽電池は、温室効果ガスの排出量、水の使用量がともに最小であり、エネルギーペイバックタイムも1年未満と最短である。CD とに使用されるカドミウムの毒性は、環境問題につながると懸念されているが、使用済みモジュールのリサイクルにより影響は緩和されるという意見もある。 しかしこの問題については2011年現在も調査中であり、本技術の導入に対して厳しい声も上がっている。また、同じく CD とに使用されるテルルがレアメタルであることも大規模商業化に歯止めをかけている一因である。実際、近くにおけるテルルの埋蔵量は発金と同程度であり、将来的にモジュールの価格低下を妨げる要因になりかねない。 ありがとうございます。